画面の前の皆様、こんにちは。メラビット Q でございます。本日はデッドバイデイライトパークルーレットサバイバー編の方をやっていきたいと思います。前まで使っていた、海外の、方がね、作ったパークルーレットは、フェリックスとかブライトとかの、パークが反映されてなくて、どうしようかなと思ったところ、この日本語版のね、日本人の方が作ってくださった、パークルーレットがあったので、これ使ってね、今回からルーレットを回していこうと思います。でこれ本家のその海外のやつと違って、自由選択っていうのがあるんですよね。まあそこに何入れてもいいよっていう感じだと思うんですが、まあそれはね、外して、あとはね、ストライクずっともそしてね、あの修正されたというニュースがないので不滅も、使わずにやっていきたいと思います。それではルーレットの方を回していきましょう。よいしょ。はい、で揃いました。早速フェリックスのパーク来ましたね。窓枠とかロッカーとかを急いで出たり飛び越えたりした後に足跡が残らなくなるダンスウィズミー。アイテムを使い切った後に、10秒後にチャージ量を 50% で回復する耐久設計。怪我している時にいろんな速度が上昇する逆境魂、そしてフックを折れるサボタージュと、なっております。まあバランスの取れたいい感じのパーク構成なんじゃないでしょうか。というわけで、今回この4つのねパーク使って、脱出目指していきたいと思います。それではゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあそれではやっていきましょう。3人並び1人だけ仲間外れ。ふふということでね、やっていきましょう。まずはもう4人で一気にゴリ押すと。まあ、とりあえず1台よね。来ている。破滅がついている。デススリンガーですね。しっかりとね、肉壁に入っていきますよ。痛い。危なっ。当たんのかよ今の。今の当たるのか。ナイス。ミンちゃんが近くにいるような気がする。まあ、初手はうまくかわすことができたから今の当たってもまあ終わりこか。あ、いた。回してから回復しましょうか。あそこで倒れる。サボタージュってフック白身表示だったっけ。向こうから昔赤だった気がするけど。暗殺&虐待がついてそうな気がしますね。OK。 救助入る。いえいえ、あの治療してあげよう。ネアをネアを先に治療して、その次ミンちゃん治療して、あの高周波の発電機ガン回しましょう。 OKOK。 いいペースいいペース。
OK。そっち回すか。確かにこっちも板ないもんな。向こうに釣られまして、こっち来るかな。もう一人のネアに救助任せたいところではありますが、来てないな。回すか。ちょっと遠いので、これはもう回してしまいましょう。で、この次講習台をつけに行きたいですね。来てんな。間に合わんか。そんなところにいらっしゃる。不死だよな、多分破滅不死だと思うので、もう破滅を割る必要はないのかなと思いますけども。ただあそこは確定でもらっちゃうんだよね、一発。出歯もないのでちょっと厳しいところではありますが、もう一人が追われているみたいなので回していきましょう。ネアが捕まる。あのネア2回目だよね。バベチリとか持ってるかな。ナイス。こちらももう回しきれそうなので、回しきって講習台と向こう、多分向こう1台もついてないので、家の方そんだけ離せれば。どこで怪我したかがわからんな。救助、みんちゃんがいる。あ、そこか。直してもらいましょう。で、ここの発電機2人でも回しちゃって、で、まあ脱出かな。 OKOKOK。今回めちゃくちゃ発電意識が高いですね。トーテムがあるけど、もういい、無視。どうせ不死かもしれないので、割るだけ時間の無駄です。トーテム1個割るだけで15秒間ねかかるんで。発電機は、80秒で、1台 100% だから15秒つったら 20% 以上だよね。ネアは死んじゃうな。ただここは回しきれそうで、なんかあのパークとかによらない単純なあれになっちゃってるけど、許された。あ、そこもう一つ向こうだったよね。一応開けとくか。
して、もしあれならいつでもサボタージュいけるようにしときましょう。まあ、でも怪我してないから大丈夫だとは思うんだけど、ノーワンだったらノーワンだったで怖いけど。いや、もう一人出たしな、出るか。はい、というわけでね、パークはなくとも脱出はできるサバイバーはね、キラーはなかなか難しいけども、まあ今回逆境魂しか使ってないしね。おーっと、それはまずいな。入ってくる、閉じ込められる。これはもう致し方ないね。ここに入っちゃったのが運の尽き。これもここに入っちゃったのが運の尽きですね。ノーワンかな。これ叩いたら、おお、でも出ていけるよ。出ていけるんだったら脱出までいけるんじゃない。脱出できるかな。さては撃たれないようにだけど。おお、脱出、ナイス。というわけでね、最後みんちゃんも脱出できて、3人脱出と。いうわけで、破滅不死でしたね。もうね、1個破壊できて、それが破滅じゃなかったらもう諦めていいと思う。うん。それで呪いの三角マークが消えなかったらもう、悪いよりも発電機。ね。優先した方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。